羽田空港アクセス線計画に驚きの変化が生じました。JR 東日本は現在、羽田空港アクセス線を建設しようとしています。ですが、最近発表された資料に驚きの変更点がいくつかありました。この変化から、新型車両に関する驚きの可能性もあります。この動画ではまず、羽田空港アクセス線の計画についておさらいしていきますね。そして、最近 JR 公式から発表された変更点について分析していきます。そしてこういった情報からどうして新車の可能性がちょこっと上がったのかについて分析しましたので皆さんに紹介していきましょう。それではまずそもそも論、羽田空港アクセス線とはどういう路線かについて皆さんに紹介していきます。羽田空港アクセス線は、上野東京ラインを羽田空港へつなげる役割がありますね。上野東京ラインを経由し、宇都宮、高崎常磐線から直通運転できる構造になります。これまで大宮や、あとは柏方面から空港に直結する鉄道路線ってなかったですよ。もしかしたら空港直結バス等はあったかもしれませんが、鉄道でそういうのってなかったですよね。また、バスの場合特に都心の首都高を通るため、特に混雑の時間帯を中心にちょっとやっぱ、時間が安定しません。私はそういった空港直結のバスにたまたま乗ったことはありませんが、なんだかんだ言ってやっぱそういった需要もあるのか、鉄道での直通を拡大しようとかそういう気持ちがあるのかもしれませんね。なお、運転本数については、毎時4本程度を想定しているそうです。結構羽田空港に行く人って多いイメージですが、毎時4本だと将来的にもしも利用が増えた場合大丈夫かだったり、そもそも運転間隔が15分とか下手したら20分開く可能性もあり、ちょっと不便じゃないかって感じますよね。ただこれについては理由が一応あります。東海道線と新しい路線をつなぐ接続線があるんですが、これ実は単線で作るんですよね。多摩地付近に作られる新しい新線ですが、線路が配線できるスペースの都合上、単線で作ることになりました。残念ながら、ここがやっぱりボトルネックになって、やっぱり昼間とかを中心に極端に本数を増やすってのは、やりにくいかもしれませんね。羽田空港アクセス線は結構ルートに癖があるっていう感じでしょうかね。なかなか面白い方法で路線が出来上がります。まずさっき紹介したように、羽田空港アクセス線と東海道線を単線のトンネルで繋げるんですが、この接続部分で、新しい線路について、なんと大潮線という路線を使います。大潮線は昔、汐留から東京貨物ターミナルを結んだ路線ですね。貨物路線って感じです。昔は汐留周辺に貨物ターミナルが確かあって、これが今現在再開発されて、全く別の姿になってますが、昔は貨物線として活躍してました。ただ貨物ターミナルの機能が東京貨物ターミナルっていうところに移転して、今現在貨物ターミナルから汐留間は残念ながら全く使われてません。今現在は休止状態という扱いです。ただこの路線に天気が訪れました。ちょうどこの路線を使うと羽田空港方面に行けるんですよ。東京貨物ターミナルから多摩地付近まではこの路線休止路線ですから、今現在電車はないですよね。だから新規にダイヤを設定することが非常に容易です。この区間を要は、羽田空港アクセス線に直通するための電車が走行することになって復活することになりました。なお、東京貨物ターミナルから羽田空港については、さすがに直結する羽田空港ターミナルの線路はなかったので、新しく敷設してますね。実は、東海道貨物線って羽田付近を通るんですが、若干離れてますし、また、貨物線は結構ここ、いっぱい貨物列車通るため、あんまり電車は走行できません。まあ、そういう事情もあってか、新しくトンネルを掘って東京貨物ターミナル付近からは独立した新路線で走行します。そして終点の羽田空港駅、こちらは新しく JR が持つことになる駅ですが、ここが開業します。またこの羽田空港アクセス線は、今でこそ上野東京ライン系統の直通を見据えた、いわゆる東京方面の路線だけですが、実は元からこの東京方面以外にも計画があります。具体的には新宿方面と新木場方面ですね。こっちにも線路を伸ばす予定です。
ただこちらについては予定でまだ実施するかは決定してません。ただやっぱりこれを実現するとなると容易ではないことが明らかです。新木場及び新宿方面のルートっていうのは察している方もいるかもしれませんが、臨海線を使います。東京臨海高速鉄道の臨海線ですね。これは当然 JR の路線ではありません。一応株主で結構株をいっぱい持ってますが、残念ながら大株主は東京都です。都が JR の方に売却をして実質 JR と合併するとかそういうことをすれば JR 臨海線としてシステムは統合できます。一応 ATS とかそういった線路設備等は全部 JR と共通ですし、車両基地とか使っている電車も JR ベースなんで、基本的に JR に移管することは全然難しくはありません。ただし東京都とのやっぱりこの株とかそういったいろんな取引とか、あとその他細かい問題点があるそうで、やっぱりちょっと難しいですよね。まあ実際これが解消すれば東京方面だけなく新宿、特に新木場方面の直通もできるため結構便利になりそうです。一応もともとはざっとこんな感じで路線を作る感じでした。ただ実を言うと計画の変更が入ったんですよね。ここではその変更前と変更後について紹介していきます。まず変化が生じたのが開業時期になります。2029年度、この路線は開業することになりますが、これは31年度に変更されました。なんで変更されたのかっていうと、一応これは報道で発表されており、終点羽田空港駅を建設する際に地質の調査をしたところ地盤が柔らかいっていう問題点が判明しました。要はちょっとこの建設が難しいってわけですね。建物を作る際って結構地盤がしっかりしていることが重要です。逆に言うと地盤が柔らかい地域では結構建物を作る際に技術が必要です。実を言うと最近建物の開発が結構進んだ東西線沿線ってのは、もともと実は沿岸部を走行していることもあり、やっぱりちょっと海に近いからか地盤が柔らかいところ多かったですよね。昔の技術では結構ここに建物を作るのは簡単ではなく、だからこそ開通当時って結構東西線沿線は特に千葉県とか葛西のエリアを中心に、なんかもう畑とかそういうのが中心だったっていうのがありますね。ただ実際建築に関する技術が進歩して、こういうところにも結構建物が建つようになったため、東西線は後から開発されて一気に進化したっていう経緯があります。ただ実際液状化とかそんな感じで結構地盤の弱さが問題になって、後からちょっととんでもないことが起きるっていうのもありますけどね。ちなみに最近発展を遂げている武蔵小杉も割と地盤が弱い土地側ですね。だけど最近は建築技術が進歩して地盤があんまり強くないところにも高層マンションが建つようになりました。だからこそこの周辺が一気に今現在発展してるって感じでしょうか。都心に近い割に結構地盤弱くて土地がちょっと余ってたけれど、技術の進歩で土地がうまく活用されたって感じでしょうか。今回もやっぱり羽田空港ってこともあり、海沿いですからね。まあ地盤が弱いのはしょうがないことです。だからこそちょっと建築に時間がかかっちゃって、延期になったんじゃないかなって個人的に感じますね。まあでもこれぐらいの延期だったら普通になんか分析できそうな気もしますが、ただもともと結構長期計画なんで、多少のズレはしょうがないでしょう。このようにちょっと2年ほど延期したわけですが、面白いことになんと延期したのに、建設費用下がりました。ちょっとこれは個人的にびっくりしてます。私はそもそも建築業界に全く勤めたことがないんで、もしかしたらなんか常識が全然わかんないとかそういうことがあったら申し訳ないですが、普通やっぱり工期が伸びるっていうのは当然ですが、発注業者の使用期間が長くなります。会社を特定のプロジェクトにより長期間拘束するわけですから、普通はやっぱその会社がお金を払う社員さんとかの給料も考えると当然、建設費って上がることが一般的です。だいたい建設期間が想定外に延長された場合、多くのケースで結構鉄道も建設費がちょっと増大するってことは珍しい話じゃありません。ですが今回なんと、これと真逆に建設期間が約2年ほど伸びたのに、なぜか羽田空港アクセス線の建設費用の走行費用が若干下がったですよね。200億円っていう感じで決して馬鹿にできる金額ではありません。割と結構 JR にとっても嬉しい規模です。正直言って新型車両が10両編成10本ちょっとぐらいは作れるんじゃないかって感じの規模ですね。なお公式仕様にはどうして建設費用が
安くなったのか。これについては一応広報の変更があるというふうには書いてましたが、残念ながら詳細な理由はわかりませんね。この具体的な広報の変更内容が結構個人的には注目かもしれません。建設にかかる日数が延長されたのに、建設費用は下がるっていうちょっと面白い展開なんで、なんでだろうっていうふうには感じましたね。まあ、もしかしたら突貫工事をやめたとかそういう可能性もありますが、ちょっとここは面白いなっていうポイントです。要はこの建設費用と建設期間の変更ですね。この二つの内容から今回は具体的な路線関連の分析を進めていきます。JR が一応これに関する公式資料を発表したですが、この中に JR の新しい路線のイメージがあったんですよね。このイメージ画像が非常に個人的に注目だなーって感じました。解像度が少々荒いため断定はできませんが、イメージ画像の雰囲気が少々三方向を全てを整備するんじゃないかって感じでした。それではどうしてそう思ったのかについて具体的に JR 公式に貼ってあった画像を見ながら紹介していきましょう。こちらが JR 東日本が発表した公式資料です。写真の左側が今現在の様子で、右側が羽田空港開通時のイメージ画像です。右の羽田空港アクセス線開通時のイラストをちょっと拡大しましょう。このような感じになっています。奥の方を見るとわかるんですが、線路が4本続いてるんですよね。またこの写真をよーく拡大すると、新しく作られる線路のうち一番右側の奥の方がちょっと断定はできませんが、なんかトンネルっぽい何かがあります。トンネルと断定はできませんが、もしも仮にこれがトンネルだったら、これは当然ですが、臨海線との合流地点と考えられますね。というのも、ちょうどこの八潮車両基地っていうのが、JR 公式の写真の右側にあります。これが、今現在臨海線の車両基地として活躍してますが、こちらのちょうど奥の方、東京方面と書いてますね。この東京寄りに確か、ちょうど臨海線に接続する路線があります。ということは、つまり、臨海線及び羽田空港アクセス線を接続する線路を作るためのトンネルかもしれません。ちょっと画質が荒いんで別のものがたまたまそういう風に見えたっていう可能性もありますが、もしも仮にこれが臨海線方面のアプローチを想定した線路だったら、結構個人的に注目かなと感じます。仮にトンネルじゃなかったとしても、将来的にトンネルを掘るための空間を作るっていうのもありですね。ちょっとやっぱ臨海線直通っていうのは現段階では結構課題も多く、なかなか実現できないかもしれませんが、ただもしも仮に本当にできたらかなり便利になることは明らかです。例えばですが、新木場方面に直通した場合、舞浜や幕張といった結構遠方の方からも支持されるようなスポットに1本で行けるのは大きいでしょう。幕張や幕張別荘舞浜は、まあ、ちょっと具体名は控えますが、ジュースが消費税率確か 5% くらいの時期に200円で売ってるっていうとんでもないちょっと場所ですね。まあ、具体名は伏せときますね。もしも言っちゃったらこの動画は消える恐れがあります。著作権に少々厳しい会社なんで、私は臆病ですから残念ながら具体名は言いませんね。あと暴走特急、特に外房線系統については結構強みがあるかもしれません。というのも内房線はさすがにちょっと無理ですね。いわゆるアクアラインを経由して羽田空港に行った方が全然早いですから、さすがに内房線はちょっとダメですが、外房線については結構個人的に成長するチャンスかもしれないと思ってます。外房線経由の特急が羽田空港に直結すれば、外房線沿線の観光地にまっすぐつながるっていうことができます。なんだかんだ国内線も結構羽田空港を充実してため、まだまだアクアラインの影響が強くない外房線であれば、結構空港直結特急というのを設定すれば割と外房線沿線の発展につながるかもしれませんね。ただこういった三方向を裁く場合、実は羽田空港アクセス線課題があります。終点の駅は一面二線しかありません。いわゆる飛行機みたいに奥の方に引き上げ線もなく、ちょっと大変なんですよね。上の東京ラインにはグリーン車がついた電車もあり、清掃時間があって 1,2 分で折り返すことはできません。また特急型になるとさらに清掃時間は伸びるでしょうから、なおさら折り返すのが厳しいと思われます。たった一面二線で三方向か、もしも電車が来る場合、非常に本数が多く、飽和するでしょうから、これをどう対処するのか結構個人的に注目です。一応今現在あり得る可能性としては、車両留置線を、いわゆる東京貨物ターミナル付近に新しく作ることが今回明記されたので、ここを活用する可能性があると思いますね。例えばこの車両留置線について、
羽田空港アクセス線の終点の羽田空港駅で特急が止まった後、一旦留置線の方まで回送します。回送しながら、いわゆる清掃員の方も乗車し、電車の中をきれいにするんですよね。そして清掃等をしながら留置線まで行って、そこで時間調整し、必要な時間になったら留置線から再度出発して、清掃や座席の方向転換を終えた状態で入線するため、入線後は2、3分でも発車が可能になるという状態にすることができます。特急の時和号とか日立号とかも入るかもしれませんし、特急型電車をもしもいっぱい直通する場合は、やはり羽田空港駅の線路容量の都合上、駅に置いとくのは難しいため、一部の電車は回送するっていうのはありかもしれません。一応新線間、特にこのトンネル付近についても全部複線なんで、いわゆる単線とかそういったことによる問題は控えめでしょう。この留置線についてはおそらく今回初めて明記された感じですが、一面二線の少々手狭なホーム環境を今後改善するために捕まえていくかもしれませんね。あるいはまっすぐ線路を引ける状態にして、輸送力が増えたら羽田空港の奥の方にも線路を作っていくというパターンはもしかしたらあるかもしれません。そして常磐線への新型車両疑惑についても紹介しましょう。ちょっとこれは断定できるかどうかは何とも言いませんが、一応可能性があるんですよね。実を言うと、今回開通する2031年度はちょっといい D サイチ系の大体開始時期に割と近い感じでした。置き換えるっていう考え方が一応ありっちゃありな時期なんですよね。なぜかというと、2031年ってのはもう初期の編成を更新してから15年以上経過します。確か一番最初に更新されたのが2015年度ですから、割と時間経ってるんですよね。まあ正直言って他の会社と比べたら結構早いですが、 JR にしてはまあ普通って感じですね。だいたい30年か35年経過した205系電車も今現在だいぶ置き換えられていきましたし、別にそんな珍しい話でもありません。当初の計画、2029年度だと、まあ、ちょっと早めですが、2031年度っていう時期だったら、一応15年以上経過してため、JR としては、機器の更新が2回目実施するかしないかって時期ですからね。ちなみに JR 東日本は2回目の更新めったにしませんから、まあ、正直言って置き換えようと思ったら、この時期に交換するっていうのは決して変な時期でもありません。ただし、1個注意すべき点があって、それが、JR 東日本の延命計画です。JR 東日本はこれまで1回更新して、その更新後に部品が老朽化したらもう潰すっていう方針でしたが、これを変更して、機器の更新が終わった後、場合によっては延命工事を実施して、その後10年くらいで廃車にするっていう感じで40年使うっていう発表をしていますね。ただ具体的にどう電車を更新するのかは、JR 公式からは明記されておらず、この E 二歳地形が該当するのかも正直言ってまだ、確定情報はありません。JR の延命工事次第ですが、延命するかしないかで E235 系の導入の規模だったり、そもそも実施するのかは結構変わりそうです。ただし、空港に延伸する際、増発の可能性があるんですよね。当たり前ですが、これまで品川止めだった列車をこっちに持ってくる場合、所要時間伸びますし、あと純粋にそもそも上止めの列車をこっちまで持ってくる場合だったら、もっと運用数が増えることになります。E531 系を製造してもいいかもしれませんが、あちらの電車はなんだかんだ今現在いわきの方まで活躍してますし、これを縮小して持ってくるのも簡単ではありません。てなったら結局のところ、新しく電車を作ることになりますが、さすがに E531 系を今さら作る時期ではありませんし、多分そもそも設計的にももう無理だと思います。さすがに今さら E531 系を作るのは2030年代付近だったらもう厳しいでしょうね。E531 系については何とも言えませんが、まあ、とはいえ、なんだかんだ大変かなって感じです。正直言って E231 系を今更増発向けで作るのは無理なんで、E235 系を新しく、もしも通勤向けだったら、新しく作るしかないですからね。結果的に E231 系と共存する形で、E235 系が運行される可能性も一応あります。また、転属とかを考える方もいるかもしれませんが、現状はちょっとわかんないですね。というのも今現在 E231 系活躍する総武線、あと上野東京ライン系統及び武蔵野線や八高線周りで新車を導入し、こういった電車を代替する計画もしくは予定があるという話は聞いてません。まあそもそも今から換算しても8年ぐらい後ですからね。もしかしたら 4、5 年後になんか特定路線で新車を導入しますってプレスが出ても、まあ決しておかしくありませんが、正直言ってじゃあ武蔵野線とか総武線に来る雰囲気でもありません。
総武線とか武蔵野線って更新が常磐線よりちょっと後ですからね。やっぱり一番最初に更新した傾向強い常磐線が早めに交換されるっていうのはまああり得る話かなって感じです。新車導入と聞くとなんかもう古い電車を全部交換するってイメージがつきそうですが、もしかしたらこの時の増備って案外と増発用として一旦製造し、その後またなんか作って代替するっていうパターンもあるかもしれませんね。一応新車を作る場合メリットもあります。空港方面直通について新車を使った方がいわゆる多言語の案内がしやすいんですよ。 E231 系および E233 系3000万台は LED の案内表示器です。車内も LED 表示器なんで、なかなかやっぱいろんな言語で案内をするのが簡単ではありません。ロムを大規模に回収すれば4カ国で表示できるかもしれませんが、さすがにちょっと厳しいでしょう。そうなるとやっぱ E233 系といった新形式でカバーすることになりそうです。ただ一方で東海道線系とも同様にやっぱ同じような車両走ってますから、常磐線だけの問題ではこれありません。そう加味すると正直短期間で全部 LED 案内の形式を取り替えるのは不可能なんで、正直言って空港には寄贈車も使うんじゃないかって思われます。断定こそできませんが、一応そんな可能性も個人的にあると感じました。ちなみに3つの線区ともにコロナによって電車の本数を減らしています。ラッシュの時間帯も減便があるため、もしかしたらですが空港増発分をこの昔の減便分で相殺するっていう形もあるかもしれませんね。もしもそれで本数増発するんだったら、ぶっちゃけ新車を作る必要はありません。ただとはいえやっぱ羽田空港アクセスって感じですし、また常磐線についてはちょうど代替も検討に入るような時期ですから、個人的に新車を入れる可能性自体はあると思います。ただ絶対に来るかって言われたらちょっと分からず、まあ確率としては半々、まあちょっと低い程度って感じでしょうかね。羽田空港アクセス線にもしも仮に新車を導入しようと思ったら、こういう問題もあります。システムの問題ですね。これは宇都宮線系統へ新車を導入する場合も常磐線系統も同様ですが、 E231 系と E233 系は同じ TIMS って感じでシステム的に連結はできますが、 E231 系と E235 系は TIMS と INTEROS って感じで違うシステム系になっています。そのため連結をする場合、大規模な改良が必要ですね。特に E235 系側にすごい複雑な連結器を搭載する必要があります。これは非常に高コストでなかなか割高になることが想定されます。もちろん運用を共通化できるってメリットがあるため、こういう仕様で作るのは全然ありですが、ただ一方電車をいっぱい作るんだったらもう最初から運用が分かれていることを前提に、こういった対応を省略しコストカットできます。実際総武快速線の電車も確か最初は E217 系と連結できる構造にすることを想定してましたが、まあ数年程度はね、ちょっと電車は多めになるけれど連結をせず個別に運用を分ける方針になりました。もしも仮に増発分だけ E235 系といった新形式を導入する場合、システムの互換性がないと非常に運用が面倒くさいことになります。特にやっぱ常磐線では我孫子方面で切り離しと冷結の作業があります。そう考えてやっぱり運用を組む上でダイヤの工夫が必要になり、結構大変なんですよね。また冷結する順番とかも計算する必要があって、なかなか作業が面倒くさいことになりそうです。代走とかもしにくくなり、ダイヤが狂った際に立て直すのが難しいっていう問題点もあるでしょう。総武快速線みたいに新車を導入する際の一時的な処置という感じだったらまあしょうがないって感じですが、ただ実際はどうなるのか結構注目ですね。アクセス性開通に伴う運用数増加を今後どういう風に対処していくのか、個人的に非常に注目と感じてますね。常磐線については残念ながら1平成分が武蔵野線に転用されたので、車両数がちょっと少ない中どうやって今後対応していくのか注目です。増発向きに今後新車を導入するのか、具体的にもう新形式で代替していくのか、個人的に注目だなと感じました。このチャンネルでは鉄道に関する情報を発信していきますので、興味があったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。バイバーイ。